どうもこんにちは、ジロアツです。今回はバモスくんです。また壊れました。はい、こんな感じでまたチェックランプが光り輝いています。ちょっとね、用事があって三重県の方に出かけてて、で用事済ませてさあ帰ろうと思ってエンジンかけたらチェックランプ点灯、診断器当ててみて、そしたら O2 センサーって出てました。で、まあ O2 センサーだけだったらね、ほっといてもいいっちゃいいんですけど、チェックランプつきっぱなしだと、もし他のところが壊れた時にね、チェックランプがつきっぱなしなんでわかんないので、まあ直そうと思います。ちなみに O2 センサー1年ぐらい前にも変えてるんですけど、またね壊れました。で、1年ぐらい前に変えたやつは純正品じゃなくて、5000円ぐらいのね、社外の安いやつに変えました。で、今回もまた同じものを買いました。なので今回 O2 センサーの交換と、それと、まあ、この動画上がる頃にはもう上がってると思うんですけど、ハイエースのにね、ローダウンナックルを組みました。で、その作業をするのに工具を買いにストレートっていう、まあ、アストロみたいなお店行った時に、これコメントでも結構おすすめされたんですけど、リスロンの、コンプレッションリペアっていう添加剤ですね、これが売ってたので買ってみました。で、ちなみに白煙吹く症状はまだ治ってないので、今回ね、このコンプレッションリペアも添加してみようかなと思います。これ結構コメントでもらったんで、このコンプレッションリペア効きますよっていうのは、なので気になってたんで、非常にね楽しみです。これ1本で3000円ぐらいで、4リッターから6リッターに対して1本なんで、まあこれだったら半分ぐらいかな、半分ぐらい入れればいいと思います。で、160キロ程度走行すれば基本的に効果が発揮されますとのことなので、まあ今回 O2 センサー交換して、で、オイル交換とこの、添加剤添加してちょっと様子見てみようと思います。まあ今回もね、作業的にはちょっと大したことないんですけど、じゃあ交換していきます。はい、今回交換する O2 センサーなんですけど、これですね、これを交換していきます。で、今回これ楽天市場で購入した社外品の O2 センサーです。こういう部品を楽天市場とかで買うときに、気をつけるのは、車体番号から適合を確認してくれるところで買った方がいいです。型式とか合ってても、まあ、年式とかによっては形状違ったりするんで、車体番号、類別型式を連絡して、それで適合の確認を取ってくれて、で、まあ、それに適合するものをね送ってくれるっていうところで僕は買ってます。以前そういうのがないところで買って、型式は合ってるんですけどつかないっていうことがあったんで、それ以降はね、ちゃんと適合を確認取ってくれるところで購入してます。これ純正だと多分1万円超えるかなぐらいするので、まあ、今回ね1年で壊れたんですけど、もう1回ちょっと同じものを買ってみました。それじゃあ交換していきます。まあ、この O2 センサーだけだったらね、ちょっと燃費が悪くなったりするぐらいで特に問題ないんですけど、これを放置してることによって他のね致命的な故障に気づけなかったらいけないのと、まあ、チェックランプ光ってるのはね気持ちのいいものではないので、もうサクッと変えれる部品なんでサクッと変えときます。今回はね、壊れないことを願ってもう一回同じのをつけようと思います。これ壊れたらね、もう純正いきます。ちょっとダメ元でもう一回社外品いってみます。はい、交換終わりました。もうほんとね、動画にするほどじゃないなっていうぐらい簡単なんですけど、はい、じゃあこの上げたままの流れで、オイル、オイルフィルター変えていきます。オイルは今回もガルフに、リスロンのコンプレッションリペアを添加して交換していきます。お、結構汚いな。前回何入れたっけ、スーパーフォアビークルシナジーかを入れて2000キロぐらい走ったかな。かなり汚いですね。2000キロでこの汚さなんで、まあ、内部洗浄が効いてるんじゃないかなとは思います。本当はこの内部洗浄で、まあ、ピストンリングの固着取れればよかったんですけど、まだ取れてないっぽいので、まあ、ちょっと今回はね、コンプレッションリペア試してみようと思います。できればもったいないんでこのままダイレクトに入れたいけど無理かな。
あ、いけた。とりあえず半分入れてみます。で、これは確かオイル交換前、もう毎回点火だったと思うんで、まあ、残ったやつはね、また次回に回そうと思います。めっちゃ硬いな、めっちゃネバネバ、糸引くぐらいネバネバ、まだ全然入ってないな。まあ、この粘土で多分、まあ、隙間を埋めて、まあ、コンプレッションリペアっていうぐらいなんで圧縮を復活させるんだと思うんですけど、めちゃくちゃ硬い。で、こっからあとは普通にオイル入れていきます。はい、全部終わったんで、診断器で、チェックランプを消していきます。はい、O2 センサーですね。で、コード消去で、これ ES ボタンを押すとこれが消えます。ちなみに今の発煙具合は、はい、めちゃめちゃ雨降ってきました。まあ、降る前にね、終われたんで良かったです。昨日もハイエースのナックル組むのに車持ってきてね、2時間ぐらい雨止むの待ってたりしてたんで、まあ、この梅雨時期はね、外で作業する身としては本当にね、辛いです。ちょっと雨音うるさいかもしれないんですけど、今回はね、これで終わろうと思います。ね、まあ、オープンセンサーは多分しばらく大丈夫なのと、まあ、コンプレッションリペアの方に関しては、まあ、ちょっと今からしばらく乗ってみて、多分編集終わるまでにね、しばらくかかると思うんで、今動画めっちゃ溜まってるんで、それまでに結果出れば、この動画の後に差し込んで、もうちょっとね、期間かかるようだったら、また別の動画か、まあ、何かでね、ちょっと報告したいなと思います。これでね、発煙止まってくれるといいんですけど、結構コメント欄でおすすめされてたんで、期待はしてます。はい、で、喋ってる間にもうびちょびちょになってきたんで、ここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。